どうも、ピヨ25です。MLB のお話を少ししていこうかなと思うんですけれども、今回はそんなに長くする、気はないのでよろしくお願いします。私、先日、ジョナサン・ビアが DFA になったぞっていうお話をね、したんですよ。私の好きな選手なので、ちょっとその話をしたんですけれども、その続報で、今回、エンゼルスに入団することになりました。だから、日本のファンの方にね、すごい、目に入るというところで認知されるなと思ったんですけど、それと同時にミスしたらすっげえ叩かれそうで嫌だなと思ったんですが、そういうところでね、今回の動画では本当に軽くジョナサン・ビアのお話をちょっとしていこうかなと。DFA の方でもね、すごいお話はしてるんですけれども、今回は本当に選手としてどうかみたいな、お話をしていきますので、よろしくお願いします。では行きましょうというところで、まずジョナサン・ビア、ポジションなんですけれども、ユーティリティプレイヤーですね。セカンド、サード、メインって考えていただければいいかなと。あとは、ショート、センターとかっていうところにはなってます。はい。メインはセカンド、サードですね。バッティングに関してはパワーがありますね。スイッチヒッターなんですけれども、19年には24本塁打。その他のシーズンでも2桁ホームランも何度か達成しているというところで、パワーが、ありますね。で、走塁面なんですけれども、こちらは一番の武器ですかね。16年に62盗塁。で、その後も30盗塁2回やったりとか、毎年10何本は走るぐらいかなっていう選手なんですよ。ただ、全然走りそうな体型に見えないんですけど、意外と走れるんですよね。これがね、ビアの魅力なんです。守備に関しては、複数ポジション守れはしますが、最近はそんなに上手くないかなって感じはしてます。はい。これがね、ビアという選手ですけれども、続いてエンゼルスでのポジションを考えました。現状エンゼルスが、セカンド、サードって考えた時にね、まだまだ全然のメンツというか、セカンドに関してはフレッチャーがいないというところで、レン・ヒーホがメインで務めてるのかなって感じだと思うんですけれども、私、エンゼルスあんま見ないんでしょうわかんないですけど、レン・ヒーホが務めてるかなっていう感じ。サードですね。どっちかっていうとね、サードのイメージが今回はありますかね。ダフィーが怪我してるんでしょ。で、ウェイドとかになるかな。レンドンがいないので。ウェイドとかだと思うので、なら、ビアの方がいいかなと思いますね。あんまりショートっていう選択肢が正直ね、ないとは思うんだけど、一応ショートも今年もやってはいると思うんですよ。もうやってなかったかな。でも、去年、はでもショートやってたりするので、ショートって選択肢もないことはないと思うんですよ。今やベラスケスですからね。ベラスケスのバッティング成績がなかなかなので、全然ショートでもねありだとは思います。ただ守備に関してはベラスケスよりもうまくないかなって感じですかね。最近さ、エンゼルスのさ、その切り抜きみたいなチャンネルよく見かけるんですけど、それでベラスケスすっごいエラーしてるイメージあるんですよ。ところあれと思ったんですけど、ペラスケス、守備結構うまいイメージあったんですけど、どうなんでしょうね。ビアはペラスケスよりは守備下手かなって感じですかね。でも、トレードルーマーズによりますと、どうやらエンゼルス40万ロースターがいっぱいらしくて、誰か DFA しなきゃいけないらしいですね。正直現状の成績で考えた時に誰が DFA になるか見てみたんですけど、メイフィールドあたりかな。メイフィールド、ウェイド、ベラスケス、この内野手の誰かだと思うんですよね。その内野手入れるのに外野を DFA はあんましないと思うので、内野入れて、かな。確かベラスケススイッチヒッターだよね。だからベラスケススイッチヒッターかぶりでベラスケスなのか、パンチ力かぶりでメイフィールドなのか、はたまたユーティリティかぶりでウェイドなのかって感じだと思うんですけど、内野手誰か DFA になるんじゃないかなと思ってます。で、こんな感じでね、終わろうかなと思います。本当になんかすごい曖昧な動画で申し訳ございません。ただ、ビアがね、エンゼルス入ったよってことだけは伝えたかったというところで、ありがとうございました。バイバイ。